町からのお知らせの時間です。高森町の行政情報やイベント情報などを各担当課から分かりやすくご説明いたします。大切なお知らせがたくさんございますので、ぜひご覧ください。今週のお知らせはこちらです。今週の町からのお知らせは、生活環境課から今週11月20日から26日までのゴミ出し日について、税務課から11月の納期限のお知らせ、督促状発送のお知らせ、住民福祉課からマイナンバーカード給付事業申請期限について、ベスト育児制度賞受賞報告、令和4年度インフルエンザ予防接種の助成について、建設課から事業行為届出について、政策推進課から新規地域おこし協力隊委嘱状交付について、クリスマスファンタジー開催のお知らせ、ふるさと応援高速 Wi-Fi 無料貸し出し事業について、議会事務局から音楽郡議会議長会行政視察について、集落支援員活動報告、渡辺則臣、荒牧俊子。高森ポイントチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。生活環境課の山田です。今週のゴミ出し日についてお知らせいたします。高森式見上式見地区です。21日月曜日は可燃ごみ、22日火曜日は不燃ごみの日になります。24日木曜日は可燃ごみ、25日金曜日はペットボトルの日になります。草壁、競口、菅山、長野春、下切、中、八津田地区です。21日月曜日、24日木曜日が可燃ごみの日になります。鶴、野尻、奥谷、河原地区です。22日火曜日は可燃ごみ、23日水曜日は不燃ごみほか、25日金曜日は可燃ごみの日になります。可燃ごみは、黄色の袋、瓶缶、ペットボトル、衣類は透明で緑の文字の袋、不燃ごみは青色の袋になりますので、袋の方も、しっかり守ってください。よろしくお願いします。ゴミは分別して決められた日に出しましょう。ゴミ出し日や分別の仕方はホームページや TPC データ放送でも、確認できますので、よろしくお願いいたします。生活環境課からのお知らせでした。税務課の重野です。今月の納期限のお知らせです。今月末が納期限の税金は、国民健康保険税7期、固定資産税4期です。口座振替は11月30日水曜日に行います。期限内に納められませんと、督促手数料や延滞金が発生する場合がございますので、必ず期限内にお支払いください。お問い合わせは税務課、税務係までお願いいたします。TPC をご覧の皆様、こんにちは。税務課収納係の野尻です。税務課収納係より、今回、発送させていただきました督促状のお知らせをさせていただきます。今回、発送させていただきました税金は、住民税の第3期、国民健康保険税の第6期となっております。はい、督促状が発送された後にですね、お支払いいただく場合は、通常の納付額に100円、督促料が加算されますのでご注意ください。督促状は発送した時点で確認できた納付済みのデータをもとに発送しております。
データは金融機関で納付後数日経たないと税務課で確認できないケースもございますので、行き違いなどございました場合はあらかじめご了承ください。地方税法では督促状を発送して10日を経過してもですね、納付の確認が取れない場合は差し押さえしなければならないと定められております。納税についてご相談等ございましたら税務課収納係までご連絡ください。はい、以上税務課収納係より今回発送させていただきました督促状のお知らせをさせていただきました。早めの納付をよろしくお願いいたします。住民福祉課総合窓口係の山本です。同じく住民福祉課の会です。本日は、マイナンバーカード給付事業の、申請期限についてお知らせします。高森町では昨年の12月からマイナンバーカードをお持ちの町民の方を対象に現金5000円の給付を行っています。これは高森町独自の事業になります。給付対象期限について解散説明をお願いします。はい、5000円の給付対象者は令和4年12月28日までにマイナンバーカードを役場で受け取った方となります。すでにマイナンバーカードを取得済みの方やこれからマイナンバーカードを作成される方も対象となります。しかしすでに5000円の給付を受け取られた方は対象外です。現在マイナンバーカード交付を申請してから役場にカードが届くまでに1ヶ月程度かかっています。カードが役場に届き次第役場から通知を送付しますので、通知が届きましたら役場にカードを受け取りに来てください。カード受け取り時に5000円の給付の申請書をお渡しします。5000円の申請期限は令和5年1月4日までとなっております。まだ申請がお済みでない方はお早めに手続きにお越しください。はい、解散説明ありがとうございました。マイナンバーカードの申請やご不明な点などは役場住民福祉課総合窓口係にお気軽にお問い合わせください。以上、マイナンバーカード取得者への高森町独自の5000円給付についての説明でした。町民の皆さん、こんにちは。住民福祉課の阿蘇品です。同じく住民福祉課の小田です。今日は町民の皆様にご報告です。この度一般社団法人日本子育て制度機構のベスト育児賞を住民福祉課が受賞いたしました。はい、こちらの賞は、こっち高森町からエントリーするものではなく、一般社団法人日本子育て制度機構が全国の取り組みを自ら探して、確認してその中から評価できるものを表彰するものです。今回は中高生の妊娠相談の高森町ホームページでの広報の取り組みが評価されました。今回表彰されたのは熊本県内では高森町のみです。高森町の前には、熊本県内で表彰されたのはコウノトリのゆりかごで有名な慈恵病院さんが2020年度の表彰をされております。慈恵病院さんが受賞された次に高森町が受賞できるというのは本当に名誉なことだと思います。高森町の取り組みを外部の方が見て評価してくださったということは本当にありがたいことだと思います。高森町では今子育て支援に関する制度を基礎から作っているところです。子育て支援、子育て世代包括支援センターや子ども家庭総合支援拠点などの立ち上げを行い、高森の子どもたちや子育て世帯の支援について考え準備をしております。今後もこの表彰に恥じないよう高森の子どもたちをして支援していきたいと思います。また皆様方からのご意見もいただきながら高森に合った子育て支援を実施していきたいと思っております。今回はこのようなベスト育児制度賞という賞を高森町がいただいたということを町民の皆様へ報告でした。ありがとうございました。ありがとうございました。
高森町役場住民福祉課保健師の小田です。本日は令和4年度インフルエンザの予防接種の助成についてお知らせします。対象者は高森町に住所を有する3歳以上の方です。年齢制限の上限はありません。接種期間は令和4年10月1日土曜日から12月31日土曜日までです。接種料金は昨年と同様自己負担なしで行います。次に接種方法です。受ける場所と年齢によって3通りありますので1つずつご紹介します。方法1です。接種する病院が町内の医療機関または大和町の山口院、南阿蘇村の寺崎内科胃腸科クリニックの場合です。こちらの場合は役場での受付はありません。直接医療機関へ行き病院の問診票を使用します。方法2です。65歳以上で広域医療機関で接種する場合です。広域医療機関とは高森町近辺では山並病院、阿蘇温泉病院、上村医院、阿蘇立野病院等です。その他にも広域医療機関はあります。こちらに該当される方は町発行の問診票が必要になります。医療機関での支払いや接種後の手続きはありません。なお問診票を忘れた場合は次の方法3の手続きになります。方法3です。3歳から64歳の方で方法1以外の医療機関、町内や山口院、寺崎院以外で接種される方、または65歳以上で方法1、方法2以外の医療機関で接種される方の場合です。これは方法1と同じですが、料金を一旦病院で全額自己負担していただき、接種後に手続きを行い、後日口座に振り込むという方法になります。これを償還払いの手続きと言います。手続き方法は接種後に住民福祉課窓口に印鑑等を持ってきていただきお手続きをお願いします。持参物は以下の通りです。方法1の医療機関の詳細です。これらの医療機関で接種される方は役場での お手続きは必要ありません。次に新型コロナワクチンとの兼ね合いについてです。新型コロナワクチンの接種とはどれくらい空けた方がいいというところなんですけども、インフルエンザワクチンに限り新型コロナワクチンとの同時接種ができます。インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンとの接種間隔の規定はありません。新型コロナワクチンを接種した同日や翌日でもインフルエンザワクチンの接種が可能です。なお、インフルエンザ以外の予防接種の場合は、新型コロナワクチン接種日から前後13日を空ける必要があります。お問い合わせ先です。高森町役場住民福祉課福祉係。電話0967-622911まで、わからないこととお気軽にご相談ください。以上、令和4年度インフルエンザ予防接種助成のお知らせでした。建設課住宅係の高崎です。景観形成に関わる事業行為届についてお知らせします。住宅を含む建築物、工作物や屋外看板などを設置または撤去する場合、土地の造成を行う場合、屋外における土砂や廃棄物などを採石する場合、採石などの採取を行う場合、事前に高森町役場建設課住宅係まで景観形成に係る事業行為届を提出いただけますようお願いします。届出時には届出書に合わせて行為の場所の位置図、行為場所の現況写真、建築物などの立面図、平面図、立面図は彩色が分かるように着色したものを添付してください。高森町は
日本で最も美しい村連合に加盟が承認された。美しい自然環境に恵まれた町です。本町の豊かな自然景観を損ねることがないよう皆様のご協力をお願いします。以上、景観形成行為に係る事業行為届けについてお知らせでした。政策推進課の宇藤です。11月1日から地域おこし協力隊として新たに漫画家2名の任用を開始しました。これから漫画を活用して町の情報発信や住民福祉の向上などに取り組んでいただきます。それでは衣食住交付の様子をご覧ください。衣食住小川千秋様、高森町地域おこし協力隊員に移植します。令和4年11月1日高森町長直様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。衣食住福富由紀様、高森町地域おこし協力隊員に移植します。令和4年11月1日高森町長直様です。よろしくお願いします。まず基本的に覚えていただきたいのは、これ公務員さんと同じ位置づけになりますので、地方公務員法、法律ですね、だったりが、そこが、なんていうんですかね、そこも考えながら活動もやっていただかなければいけないというところです。アクシデントが起きたとき、つまり事故だったり、車の事故だったり、何だったりが、あったときは、まずは担当に、報告連絡相談をしっかりしていただきたいというふうに思いますの で漫画家の方はですね、いろいろ仕事をやっていただく時が多くなると思いますけど、できる範囲ですね、スピード感を持ってやっていただければ大変ありがたいなと思います。 TPC をご覧の皆さん、こんにちは。政策推進課の村上です。今日は第18回高森湧水トンネルクリスマスファンタジーについてお知らせします。今年は約3年ぶりにクリスマスファンタジーを開催いたします。トンネル内には約30基のクリスマスツリーを展示する予定です。また12月24日と25日にクリスマスツリーコンテストを開催いたします。投票いただいた方の中から10名様に高森町の特産品が当たります。ぜひご投票をお願いいたします。開催期間といたしましては、12月1日木曜日から12月31日土曜日です。営業時間は午前9時から午後5時までとなっております。また入園の際には閉園の5時より30分前にはご入園をお願いいたします。入園料につきましては、中学生以上が300円、小学生が100円、小学生未満は無料となっております。町民の皆様のご来園をお待ちしております。以上、政策推進課からでした。こんにちは、政策推進課の飯星です。本日はですね、現在光ネットワークの加入者向けに Wi-Fi のルーターを配布しております事業に関しまして、変更がありましたので再度ご連絡いたします。今回光ネットワークの中垣さんと一緒にお伝えします。中垣さん、お願いします。こんにちは、光ネットワークの中垣と申します。今ですね、7月から光ネットワークの加入者様に向けてルーターの配布をしておりますが、10月3日からご本人で設定が困難な加入者様に対しまして、ご自宅を訪問しての設置サービスを開始したいと思います。でそれでその変更の通知を今回はさせていただくことになりました。はい、ではこちらの事業についてですね、再度 ご説明の方をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、今回の配布対象者の方は光ネットワークのインターネットサービスにご加入されていらっしゃる方で、すでにもう7月からサービスを行ってますので、はい、受け取りされている方は除きます。
で、この訪問設置サービスのことに関しましてですが、10月3日から期限は来年の3月31日までとなっておりますけども、随時訪問して設置いたしますので、一応配布予定台数になったら終了ということにはなってはおります。はい。で、9月26日より今ですね、電話による訪問の予定といいますか、アポイントメントのご連絡をさせていただいております。順番にですね、取り付けていきますので、もしもですね、お電話とかで日にちがどうしても合わないとか、この日しかダメだわっておっしゃる方は、ご相談いただければ、光ネットワークの方にご相談いただければ、日程をこちらの方で調整したりとかもできますので、その時はですね、光ネットワークの事務所0967-62-3355までご連絡いただきたいと思います。で、自分でできるっていうおっしゃる方は、引き取りも光ネットワーク事務所の2階での配布を行っておりますので、こちらの方はですね、月曜日から金曜日までの9時から5時までの間で、すいませんが土日と祭日を除く平日だけになりますけども、来ていただければ引き取りは可能ですので、よろしくお願いいたします。引き続きルータの2階で配布はされるということですね。はい、はい、分かりました。今回訪問設置の方が始まったということで、はい、ご連絡をいただきました。はい、こちらでですね、高速 Wi-Fi、ルーターのですね、配布事業についての変更のご連絡の方を終わりたいと思います。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。こんにちは、議会事務局の篠田です。先日福岡県の音楽郡議会議長会の皆様が高森町に視察に来られました。その模様をお伝えします。町長を務めております草村大成でございます。今日はよろしくお願いいたします。今日は女郡町議会議長会の行政視察ということで、森山会長をはじめ、議長、各議長さんも局長さんも本当に熊本にですね来ていただきまして、まあ、特に熊本地震で被災地でありましたこの阿蘇地域の中でも、まだ被災が最終的に完了してないこの南阿蘇地域をですねご視察ということで、本当にありがたいなと思っております。各町にも遊びに実は行ったことも、ありますし、また近いところですので、まあ、今後もですねこの視察を機にですね、何らかの形で、いろんな協力体制が築ければ一番いいのではないかなと。まあ、想定外の雨が降り、想定外の地震がありということで、日頃から行政はですね、防災に対しては準備は万端だと思うんですけれども、なかなかやはりそのいろんな法律や条例や、人の流れ等を見ますと、その通りにいかないことが多くございます。住民の方のニーズもですね、変わってきております。今までは、高森町はまあ、もともと生え抜きの住民の方たちが多かったんですが、少子化が進み、その反面、いろんな企業や、いろんな産業を誘致していく中において、やっぱり他町から高森町の方に移住してこられる方たちも多くございます。どうしてもやっぱり災害やら起きた時にですね、住民が行政に対して要求されることというのは昔通りではありません。私たち音楽郡町議会議長会は芦屋町、水巻町、音楽町、
岡垣町の4つの議会の議長で構成されております。熊本震災から6年以上が経過しましたが、今なお残る震災の爪痕を拝見いたしますと、自然災害の恐ろしさをひしひしと感じます。私たちが居住している福岡県においては、平成17年3月福岡県西方沖地震や平成29年7月の九州北部豪雨などで各地において甚大な被害が発生しました。幸いにも本郷郡四条では大きな被害はありませんでしたが、自然災害は時間や場所には関係なく発生するものとして、常に勉強と備えを怠ってはいけないと改めて感じております。本日は基調における防災の取り組みについて、震災の実体験をお聞かせいただきながら、しっかりと勉強させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げて、ご挨拶とさせていただきます。一応右の写真の方がですね、自主防災組織で主催された避難訓練や救護訓練の様子となっております。2段目の写真についてはですね、昨日、台風14号の際にですね、この避難フェスっていうのがもともとですね、各公民館の方でですね、パソコンだったり、Wi-Fi 設備の方を整備しておりますので、そこを実際につなぎまして、災害対策本部長の町長よりですね、各公民館への指示だったり、各町民からのですね、避難の際の要望等を吸い上げるというところを想定しているものになります。ただですね、ちょっと近年コロナ禍の影響もありですね、思ったような活動ができていないというのも現状のところです。ただですね、この状況下においてもですね、令和3年度の活動状況を取りまとめさせていただいた結果ですね、半数以上の組織が避難訓練や情報伝達訓練、要配慮者の把握や、防災資機材の点検整備などを確実に行っているということも把握しております。この、防災士 その育成について、例えば、ある目標、例えば25団体あるその自主防災組織の中で、最低でも1人が必要だなという認識を持たれて、こういう支援をなされているのか、まあ、そのあたり その目標値とですね、この取り組みについて、ちょっとご説明をしていただきたいと思います。本庁としましてはですね、先ほど申しました通り、防災士の方がですね、防災士37名ですね、駐在区で分けるとですね、33地区になりまして、現状ですね、各駐在区にはですね、1名は確実に防災士の方がいる状況を作っております。というのがですね、先ほど申した通り、自主防災組織の中心的な役割を担ってもらうというのも、想定しておりますので、防災士、本庁としてはですね、ほとんど各消防団の分団長経験者っていうところでなっていただいておりますので、要は自主防災組織と消防団とのつなぎの役割であったりっていうのも担っていただきたいという意味も込めて、防災士の方を、防災士資格の方を取得いただいているような状況です。その人口が減っていく中で、早朝のですね、防災のやはりこの熊本地震後の強みというのが、一番は多分ですね、今 DX って言葉をよく使うじゃないですか、でこれ、まあ、デジタルですよね。教育だったり防災だったりの DX なんですけど、そもそも DX っていうのは情報通信基盤光ファイバーがですね、全庁に入ってなければ実際絵に描いた餅になります。で高森町は、光ブロードバンドの事業を私が就任して1年目にですね、やりました。で、その時は土木予算とこの光ブロードバンドの予算をひっくり返してですね、道路を抑えてブロードバンドやったんですけど、実は多分日本ではうちだけなんですけど、つまり各コマで全部引き込んでるんですね。要は例えば5000件あったら5000件 家の軒まで全部光ブロードバンド引き込んで、あとはオンとオフにするだけの話なんですね。だから極論で言うと、町が光ブロードバンドの月のお金を全部払いますと言えば、お年寄りの家だろうがどこの家だろうが一遍に光ブロードバンドがオンになる、
つまりこれがなければですね、DX っていうのはなかなか難しいということで、同時に公民館ですね、42箇所あるんですけど、これ全部光ブロードバンドで今つながります。そして、この間の台風14号の時に、試しでやってみたんですが、私がここの庁舎にいて、各公民館、要は第一次避難所に職員さんも当然行きますね、担当がありますので、全職員さんをアプリで、つまりZoom っていうアプリでですね、つないで、パソコン上で、全ての公民館さんとここをつなげると。一つの画面に、A 君、B 君、C 君、D 君というその担当の顔が見えて、今公民館の様子どうですか、避難所の様子どうですかっていうところが全部が同時に確認できるっていうところがですね、多分高森町のすごく強いところで、そこに先ほどおっしゃった防災館だったり、もしくは、地区の防災士の方がですね、実際の場合はいらっしゃいますので、非常に一つの防災 DX っていう形が、デジタルを使った形も少しずつ完成しているのかなと思っています。やっぱりその今町長が言ったように光ブロードバンドの方がやはりより確実に、皆さんたちにいろんな情報が伝えられるというふうに私も今は納得しております。当時一番最初工事に入る時には本当に、防災行政無線の充実でいいんだとで思ってたんですが、やっぱりその時のリスクとその設備投資の金額を考えてい、くとやはり光ブロードバンドの方がより一層着実に、早く住民の方たち各集会所あたりにですね、行くもんですから、あ、こっちの方でやっぱ正解だったねと思っております。今ですね、既存の現役者というのがちょうど真ん中にオレンジのところで書いてありますけれども、現役者という書いてあるのが今のところです。で、これから整備する中でですね、駅舎がですね、ちょうど左側に移動、移設をします。で、それと反対側にはですね、防災の交流施設ということで、2つの建物があって、両サイドにですね、ロータリーをグランドデザイン、まちづくりの戦略としては、定住と観光と防災というところですね。で、観光のところではですね、この駅舎の中には地域の物産だったり南阿蘇鉄道のお土産品を置いたり販売するような形で、進めております。と右側の防災交流施設というところですね、こちらについては、今から、作っていくんですけれども、地域の方々の通いの場であったりとか、あとは観光施設の休憩の場所、憩いの場ということで活用を考えているところです。あとですね、防災という面で見ますと、ちょうど横長くなっておりますので、もし災害の際にはですね、ここの避難できる駐車スペース、それと、電源スペースを設けてですね、こちらの方にも避難ができるような形で今整備を進めているところです。そしてですね、右側の、交流施設っていうところなんですけれども、こちらについてはですね、来年度、令和5年度の、地方創生拠点交付金を、活用する予定で、今現在事業を進めているところになっております。国の補助金を使うんですけれども、その補助裏の部分についてはですね、ちょっとの方からもありましたけれども、ふるさと応援寄付金を活用してですね、可能な限りも町の負担はゼロ。という形で、駅周辺の整備を今進めているところです。本日は草村町長、また、地域議長をはじめ多くの、職員の皆さんに、研修ということで、お答えをいただいて本当に恐縮するところでございますが、本当に、貴重なお話を聞くことができました。今はどこで何が起こるか分からない時代というふうになっておりますので、私たちもですね、やっぱり最大限のですね、備えをして住民さんの命を守るためにですね、しっかりと防災減災に進めていかなければならないなというふうに感じました。また今日貴重なお話をいただきましたので、私どもの地元に持ち帰ってですね、地元の住民さんの安心安全のためにですね、しっかりと防災減災に努めてまいりたいと思いますので、本当に本日は貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。
集落支援員活動報告をさせていただきます。集落支援員渡辺と申します。よろしくお願いいたします。まず私たちが暮らす高森町の人口の推移と人口に占める65歳以上の高齢者の方の比較を見ますと、一番左の方ですね、今年2022年の人口が6000人弱、高齢化率が約 43% と、戦後生まれのいわゆる団塊の世代の方々がですね、75歳になります、3年後にはですね、2025年には人口は6000人を割り込んで、つまり高齢化率 43.3%、 さらに2040年にはですね4400人、高齢者率の 45% と、人口の減少と超高齢化社会の急速な進行が予測されています。次にこの行政区ごとの65歳以上のいわゆる高齢化率を見てみますと、今年4月現在ですね、全体で約 42.9%、 地区ごとに最高 75% から最低 30% という高い高齢者率となっていて、また 50% を超える地域が半数以上を占め、19地区を占めています。分けてもこの中山間地域の数が多く含まれていて、このような高齢化率の上昇に伴いまして、さまざまな課題が挙げられまして、その中で高森町の介護保険料に今度は着目をしてまいります。3年に一度この見直されます介護の総量ですね、これから試算していきますと、高森町の第1号被保険者の月額の介護保険料の推移を見ていくと、右肩上がりになっていまして、第7期と8期ですね、現在の8期につきては基準額が月額7300円と高止まりの状態となっています。ここでさらにですね、高森町の介護が必要になってくるという原因と病気を見てみますと、比較的軽度の要支援1、2の方についてはですね、1位に筋肉骨格の疾患が上がります。そして要介護の1から5の方については認知症というのが1位を占めていることが分かります。言い換えればですね、要介護状態にならないというためには、筋肉や骨格の疾患の予防や、それから認知症の予防が大切であるということを示していると言えます。さらにですね、従来の単に要介護状態にならないための介護予防という考え方から、近年では新しい介護予防という発想の転換が図られてきていまして、従来の漠然とした介護予防という考え方からですね、全ての高齢者の方を対象とした、居場所づくり、それから、通いの場を活用して社会参加というですね、つまり参加型の支え合いを中心とした、それぞれに地域で生き生きと生き続けるための、まさしく自立した生活の維持と継続を目指すという、そういう方向の転換が目指されてきているということです。私どもは2019年から進めてきました、この町内の公民館集会場を拠点とした月に週に1回以上のですね、介護の場活動を通したこの健康づくり、介護予防と地域のコミュニティづくりの場として、町内を33拠点を目標にした、この生き生き100歳体操活動のベースとして展開をしてまいりました。介護予防の拠点として、この通いの場というのは県のモデル事業として指定を受けまして、介護予防拠点を整備事業として支援をいただき、令和4年10月現在、目標の33拠点に対して
ご覧の41拠点ですね、これを数えていることになります。新型のコロナウイルスの感染拡大に伴いまして、会営の場の活動は何度も何度も中断と再開を繰り返してまいりました。今現在ですね、ほとんどの拠点で感染予防に留意されながら活動を再開されているということになります。また41カ所の通いの場では、生き生き体操、100歳体操だけでなく、ある拠点ではですね、手紙やボッチャ、それからミシンを持ち込んだ、ソーイングなどですね、たくさんな文化活動やサークル活動と多彩に活用される光景が見受けられるようになってきました。さまざまなこの通いの場の活動の担い手として、特に、駐在員区長の皆さん、それから、地域の民生委員さん、生活支援サポーターの皆さん、それから、ボランティアの皆さん、地域の有志の方々等ですね、たくさんの方々のお世話とご支援頂戴いたしまして、この整備されました、通いの場の活動が営まれています。ご支援サポートをいただきました皆様方に改めてお礼を申し上げる次第です。ありがとうございました。そのような折ですね、先般厚生労働省が企画しました全国市町村対象の通いの場の全国フェスティバル、この私の町の通いの場コンテストというのに、高森ポイントチャンネルで毎週放映しております集いにお邪魔しますを5分間の応募期に合わせて、ポイントチャンネルスタッフが編集した作品を応募しました。集いにお邪魔しますは、各地の集落支援員が通いの場の活動を収録したものですけれども、その素材を凝縮した作品で10月10日のコンテスト発表会の席上、各7作品の中からグランプリというのをですね、受賞できました。その一部をスライドで紹介をいたします。でこれはですね、緑の集会所、それから中丸公民館は昼の部と夜の部の、2部構成で活躍されています。次に、木の香りのする山月集会所は夜間の集いの場です。これは南コミュニティセンターのですね、体力測定の様子、それから、オリジナルメニューが盛りだくさんありますこの前丸公民館も元気いっぱいなシーンです。これはですね、祖祖川公民館というのは七夕飾りに挑戦をしまして、ボンボン作りにもおしゃべりがつきません。ひまわりと麦の穂を加えて飛ぶ白い鳩というのは、世界平和への願いを表したテーマになっています。湧水トンネルでですね、作品を搬入しまして、平和を望むブルーと黄色のウクライナ国旗カラーがトンネルの湧水に映えている様子がここには映っています。時にはスポーツ、e スポーツにも挑戦し、それから、次はですね、一の公民館がですね、12月の、通いの場対抗ボッチャ大会へ向けて、真剣にですね、ボッチャを、頑張っているシーンも続けられています。いずれもですね、通いの場のコンテストで賞をいただいた高森町の作品ですけれども、何よりもこの受賞のポイントになったのはですね、皆様の笑顔と笑い声というのが決め手だったようです。本当におめでとうございます。でそれではですね、昨年度8名でスタートしました集落支援員というのは、2年目の今年度、新たに2名が加わって10名の婦人になりました。地域の点検作業、それから地域課題の抽出から課題の解決、地域の活性化に向けた活動を支援の方々と連携しながら行っている集落支援のメンバーとなっています。
2年目に入りましたこの奈良地区ですが、10名の支援員はそれぞれの地域でさまざまな分野で活動を継続しています。地区の婦人サークル活動やら、地域の活性化グループの一員として、または郷土芸能、それから伝統芸能の伝承に関わるメンバーとして、地域のぬくもりの縁側づくりや樹脂防災組織の、再点検、それから未組織の地域については新しく、防災組織の立ち上げに着手をする行動活動などですね、地域に根ざした取り組みに、勤しむ集落支援員であります。各地域の、支援員ダイアリーの発行ですね、地域ニュース、それからエピソードを交えて発信をしたり、健康教室、それからパソコン教室で地域のニーズに対応するシリーズの開催を始めてです、各地で語ろう会の集まりやコミュニティ作りなど、地域の皆さんと共に関わりながら活動を続けています。活動の詳細は各支援員の報告をご覧ください。私たち支援員10名は地域に根を下ろした活動というのを通じて、支援同士のチームワーク、それから、支援員間のネットワーク、さらには地域の方々とのネットワークを対しながらですね、身軽でスピード感を持ったフットワークを対して、今年も走り続けたいと思います。以上で令和4年度の上半期の活動報告といたします。ありがとうございました。こんにちは、集落支援員の荒牧です。今日は高森町の集落支援員設置の目的についてお話をします。人口減少や高齢化などの進行が著しい高森町においても、地域活動の活性化および産業振興、地域組織の基盤強化など魅力的ある地域づくりの推進を図るため、集落の取り組みが円滑に行われるよう、高森町全体の調整役や橋渡し振興役として集落員支援制度が設置されました。集落支援員の活動内容として、現状と課題の抽出のための集落点検巡回を行います。担当地区の人口世帯数の動向の状況、通院買い物などの状況把握、農地山林公共施設の管理状況、地域外との交流の状況、共同作業、地域資源、空き家の状況、UI ターン、他の集落との連携状況、多様な移住形態で起業すること、他の集落との連携状況などを集落点検シートなどの活用により調査をします。2番目、集落点検の結果を活用し、集落の在り方について住民との話し合いの促進と実施をします。現状高森町では敷見、上敷見、河原、奥谷、鶴、野尻、草壁、南部、北部、鶴、町内などの地域で語ろう会の立ち上げが進んでいます。各地区の語ろう会の状況です。ほとんど夜間に語ろう会は実施されています。皆さん地区への思い入れは強く、活発な意見が交わされています。語ろう会では課題解決に向けた施策立案と施策実施の検討が行われています。検討内容は集落の各種団体及び資源開発活用による地域の問題解決及び活性化に関すること、例えば自主防災組織、地域交通の確保、農村教育交流、高齢者見守り、地域交流、伝統文化の継承、特産品の開発、地域おこし、集落の自主活動の支援、
移住者との交流促進などが検討され語られます。4. 関係各課やその他関係機関との連携協力情報共有を行います。地域住民の皆さんを中心に福祉財団担い手として社会福祉協議会包括支援センター自主防災組織ボランティア生活支援サポーターその他支援組織駐在員嘱託員民生員児童員老人クラブ商工会婦人部その他行政機関では集落支援員の活動費の活用も含めて補助事業や制度利用により解決を図るために関係各課やその他関係機関との連携や情報共有が行われます。行われ集落支援員は行政区と町行政及び関係機関との連携を行っています。次に通いの場での介護予防と地域づくりについてお話をさせていただきます。この図の通いの場での地域づくりと介護予防の取り組みには3つのポイントがあります。 1. 誰でも歩いて通える地域の集会所公民館で高齢者が容易に通える範囲でおおむね15分以内であること。2番目住民同士の運営であること。行政は程よい距離感で支援を行います。体操などの活動を行う住民主体の通いの場で人と人とのつながりや地域のつながり地域の見守り支え合い各組織職種間での連携による支援が行われます。介護予防をきっかけに参加者や通いの場が継続的に拡大していく地域づくりを目指します。3番目効果が検証されること。週1回以上の体操などが定期開催であること。100歳体操、ボッチャ、脳トレ、沢会、レクレーションなどです。健康推進課の目標とすることは介護認定率の低減及び介護保険料の減額です。通いの場の広報支援として高森町は通いの場の普及啓発機器の設備設置効果ある体操の紹介などを行っています。集落支援員は地域住民による自主活動地域づくりの推進と地域住民と行政との連絡調整を行います。理学療法士は体操のアドバイスや体力測定の実施や評価が行われます。体力測定結果の検証を行うためグラフを用い見える化を図っています。このグラフの対象者の県の平均値は青い線です。赤い線が体操などの活動開始時で緑の線は活動終了時です。まずは何より自分のためそしてこれからの地域を元気にしていくのは皆さんです。頑張りましょう。最後に私の集落支援員の活動報告を行います。令和1年に健康推進課の任用職員として配属になり介護予防の仕事に従事しました。令和3年4月に集落支援員を拝命いたしました。33区の拠点を目標にした通いの場の立ち上げに参加し現在では41箇所の通いの場が立ち上がりました。地域住民の方に身体の体力を認識していただくために広域リハビリテーション病院温泉病院の理学療法士による体力測定を40箇所で実施しその
連絡調整とサポートを行いました。各地区の集落支援員とともに今後も効果を検証できる体力測定の継続を行っていきます。通いの場は夜間6カ所の地区で、土日は5カ所で行われています。カタロー会への出席、その他に各地区の集落支援員の連絡調整、日報管理を行っています。自己研鑽として水俣生活支援体制整備事業視察研修参加、高齢者の生活支援及び介護予防を推進していくことを目的に、第2層生活支援コーディネーター養成講座オンライン研修を受講、地域の通いの場での体力測定の内製化を図るため体力測定の研修受講、認知症の正しい知識と理解を持ち、地域で人やその家族にできる範囲で手助けをするために認知症サポーター研修を受講。以上で私の集落支援員の活動報告を終わります。